では理想主義者の親とアーティザンの子供、理想主義者の親は、SP の子供の空想や心の触れ合いに無関心であることや、それに伴って家族の他のメンバーへの共感が希薄であることに戸惑う傾向がありますと。子供との関係が深く意味であるものであってほしいと願っている親は、関係がその方向に成長することなく、やや浅く刺激に欠けるとみなすような関係が続くと失望することがありますと。ピグマリオン計画に固執し、子供を自分のような理想主義者に変えようとする限りは、子供が自分たちと全く似ておらず、直感や利他主義のかけらもなく、具体的な行動を次から次へと繰り広げることに夢中になっていることに気づけば、自分たちのプロジェクトを断念し、それに伴う衝動性や虚勢、戦術的な巧みさはない店を芸術性や楽観主義へと突き進む子供を励ますことができるようになりますと。いや、気づけと、そういうことですね。子供は求めてないよと。はい、まあ、NF だったら求めてる可能性はありますけどね。なんていうんだろう、自分のやりたいことがしたい、SP、 SP、はい、触れ合いはそんなに必要ではない、まあ、触れ合いが欲しいときは欲しいんじゃないですか。まあ、子供ですもんね、はい。では SJ とアイデアリスト、理想主義者の親とガーディアンの子供。例えば大胆でない、独立心がない、順応性がない、心が明るくない、新しいことを学びたがらない、など、この理想主義者の親は子供の本質を見極めることができず、理想主義の兆候を探し続けますと、SJ の中に。で、否定するって話ですね。否定するとは言ってないですよね。でも、じゃない、じゃない。よくない、まるでよくないものを見るかのように。本当に？例えばその子供は生まれつき他人と協調的で、この望ましい特性は共感や直感、親との深い同一化の始まりかもしれないと理想主義者の親に思わせますと。しかしこの同一化は全く実現せず、親が求める深い意味のある関係は手の届かないところにとどまってしまいますと。また NF の親は小さな SJ に SF の NF の道を進むようピグマリオンのプレッシャーをかけるかもしれません。理想主義者の親はガーディアンの子供にファンタジーやおとぎ話に興味を持たせようとお気に入りの本を読み聞かせることがあります。やがて理想主義者の親はガーディアンの子供が責任、安全、権威、所属に異常にこだわるが、親のロマンティシズムや熱意をほとんど示さない、地に足のついた小さな人間であることを理解すると。その時点でピグマリオンプロジェクトは中止され、理想主義者の親は子供が最初からそうあるべき姿になるよう励ますことに取り掛かりますと。なるほど、はい。この NF はどうもやりたがりですね。やりたがり、まあその理想が多分全然違うみたいな話ですよね。もっとなんか楽しいことしようよ、情熱的にみたいなことを思ってるけど、 SJ はこうより小さいところに収まろうとするわけじゃないですか、まあ、今 SP にも振られたばっかですけどね、はい、はい、SP でも失敗をして、はい、SJ でも失敗をしましたね。本当にそれでいいのみたいな。やりますね、はい、やってる、気をつけないとやるってことですね、はい。この子の人生これでいいのかな、はい、まあ、たまにちょっと思ったりするんですよね。で多分 SJ だと、はい、そういうのを伺うわけじゃないですか。親の真似をしようと、はい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 、そういう真似をしようとするわけじゃないですか、はい、SP だったらほかっとけばなんかやろうとしてもバーって逃げていくだけだと思うんですけど、で SJ は SJ で、はい、まあ、NF の親を見てもこれじゃないと思うんでしょうね。これじゃないっていうか、それを多分真似しようと思って表面的に真似するわけじゃないですか。はい、寂しいですね。なんかこれをやると喜ぶかなって思ってやるわけですよ。はい、はい、自分がやりたいわけじゃなくて。なるほど。でそうすると情熱がないわけじゃないですか。はい、でそれに対して NF 親がそ
それでいいのかみたいなことを思うみたいな話ですよね。なるほど。心あたりはやってないつもりではいるんですけど、はい、こぼれてるかもしれません、まあ、SJ の子がいなければうちは多分ね、はい、NF と NT です、はいはい、というところで NF の親と NF の子供、はいはい、理想主義者と理想主義者の子供、はい、理想主義者の親は理想主義者の子供のユニークな自己イメージを育むための肥沃な土壌を見つけますと。ここで理想主義者の自己イメージの構成要素を思い出していただきたいと。まず共感に基づく自尊心、次に博愛に基づく自尊心、そして最後に神聖性、はい、真の正しいの神聖、はいはいはい、神聖性に基づく自信であると。理想主義者の親は全ての子孫にこれらの特質を高めることを望み、理想主義者の子供たちはその半分以上を満たすことに満足しますと。 NF の子供たちは生まれながらにして他者への共感や他者への善意を持っており、親が言う本物であることの意味をよく理解していますと。他の3つのタイプは戸惑うかもしれないが、内なる一体感を持つこと、完全に純粋に自分自身であることは理想主義者である親も子供も完全に理解できる。そして彼らは真の自己に触れようとする探求においてためらうことなく互いを支援しますと。そして彼らは真の自己に触れ合うことにためらわない。同時に NF の子供と NF の親は互いを誤解しやすい。両者とも他人との関係において神経質でトゲトゲしい傾向があり、お互いの理想が対立すると互いを刺激することを避けられませんと。やっぱりここでもあの SJ の審判同士みたいな、はい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 、どっちが正しいか合戦、はい、っていうのは NF でもやっぱりあるんですね、まあ、理想どっちの理想がどっちがより理想で神聖性であるか、はい、不毛ですね、はい、おそらく NF の子供は休日一緒にいれなかったことはいつまでも覚えてる、 NT は忘れますと。そうなんだ、なるほど。ただ子供の頃、はい、あ、よく遊んでもらったんですもんね、はい、構ってもらったというか、いやいや構われた、まあまあまあ、はい、SP だったとすると、はい、それは災難ですよね、はい、なんか僕はなんか今、はい、化け物語っていう物語シリーズのアニメを見ていて、はい、でたまたま今日電車に乗った時に、はい、子供食堂の広告が載ってて、はい、美味しいって一緒に言える食卓みたいなコピーだったかな、はい、でなんかまあ美味しいって言い合えるとご飯が美味しいよねみたいなのを見た時に、はい、あっていうこの物語シリーズとつながってですね、はい、あ、物語シリーズがあれ言いたかったことは、うん、その子供とちゃんと接しようねっていう愛情の話だなと思ったんですね、はい、で、あ、やっぱり触れ合い大事なんやっていう意識を強くしたんですけども、はい、あまり別に親との触れ合いは必要ないよっていうタイプもあるんですね、まあ、ゼロではいけないと思うんですよね。ほったらかしにされてるみたいなのを感じさせるぐらいの、まあ、愛情を感じないレベルは良くないとは思うんですよ、はい、でまあ、それ以外の、まあ、ある程度の距離感みたいなのはタイプによるとか人による距離感は本当難しいですよね、はい、ちょっと今中高1中1、はい、まあ、その辺思春期なのでもう離れた方がいいですよね、はい、もう離れなきゃとは思ってるんですけど、はい、すいません、なるほどね、はい、タイプによって違うんですね。では次はですね、理想主義者の親と NT の子供ですね、理性的な子供と理想主義者の親の間に強い絆が生まれることを証明する事例は数多く報告されていますと。結局のところ男性であれ女性であれ NF の親は子供との絆を深め成長の可能性を探し、隠れている子供が出てくるように手招きするのであると。 NT の子供は本来自分の乏しい技能のコレクションを拡大することを熱望しているため、そのような常に変わらぬ評価と励ましが与えられるだけである。とはいえこのような関係は
天から授かったものではない。理想主義者の親は理性的な子供に時に冷酷な現実主義と冷静な自立性に呆れることがある。子供に呆れるんですね、そういうところに。はい。このような特性は NT の子供にはかなり早い段階で現れるが、他者との温かく友好的で協力的な関係を好む NF にはそういうのが残酷に映って見えると。 NT の子供が好意的で他人を思いやることを学べるよう NF の親はピグマリオンを立ち上げることがある。言うまでもなく理性的な子供たちは自分のやり方は変えません、はい、子供でも。理想主義者の親はそうなるとすぐに小さな理性的な子供たちを放っておき、彼らの創意工夫、想像力、好奇心、冷静な理性といった彼らが称賛するものを大切にする必要があることを学びますと。なんか NF はやりがちなんですね。ピグマリオン。一旦やるんですね、多分。一旦やってみて、ああ、ダメだって。はい、ダメだこれってなって、はい、諦めて、もう頑張れって私は言うだけって。はい、言えないとか思う。あの、はい、今そんな感じです。はい。